皆さんこんにちは、ガロ紅蓮の月で、芦屋道満役をやらせていただいております関智一です、ということでみんなの大好きなガロが再びアニメ化したぞということで私ですねこちらご覧いただけますでしょうか。はい、このここに大きく映っているこの顔に傷だらけの芦屋道満役をやらせていただいてるんですけど、今までさまざまですね、傷のある男を演じてまいりましたが、ここまで傷の多い男を演じるのは初めてです。一体どのようにしてこういう姿になったのか、そして一体何を目的として、主人公たちに立ちはだかるのか、その辺もですね、注意してご覧いただければと思います。10月9日オンエアスタートです。お楽しみに。